はい、ということで、はい、駐車場にコストコに着きましたんで、そうですね、じゃあ今から、はい、行きますか。前はなんかこの女子がときめくもんみたいなことをやってたんですけども、今日はほんまのガチ、いやもうただの買い物です。行きましょう、はい、はい、じゃあもう行きます、行きます、めっちゃ並んでる。さあ、はい、中にコストコの中に入りましたけど、はい、もう早速テレビ見ます？ちょテレビ見るわ一回。テレビ一回ほんまに手が届くのか届かへんのかもあるやん。まあな。うん。こんなんいいんじゃん。65型のレグザ。レグザやん。4K の有機 EL。レジにて割引が64,200円。で、1100,000。26万か。26万3800円。どうですか？何インチ ?65 インチ。65インチ。じゃあ行こうか、これ。いや、いかんよ。いや、30ぐらい。でかいのしかないな。この裏ちゃん。裏？もうワンサイズ小さいのがいいよね、でも。その、ほんまに一人暮らしするんであれば。うん、こんなん現実的じゃないのよ。60型やん。LG。あ、そうそう。これいいんじゃないですか。40型の。これめっちゃ安ない？レグザ、しかも。32,800円ですよ。外付けハードディスクの録画対応で。これは？もっと安い。32型で23,800円。ああ、めちゃくちゃ安いですね。これどれ？東芝？これ東芝や、レグザや。この音速さ。いや、って。本気で欲しいから本気で怒られるやん。税込み 2,3% は安い？正直さ、でも、この、今、これ、32型で 23,800 円でしょ、うん、で、40型で 32,800 円で。だプラ1万。そんな変わらへんくない？だって1万も差ないよ。うん。やったらもう40型買ってもいいんじゃないと、私は思うけどね。いや、でかない？いや、単純に。多分いけるんじゃないかな。買おうかな。ちゃんとしかも、こう、自分で立ってくれるやん。うん。うん。スタンド付きやし。ちょっと一回考えるわ。まあな。まあ、でっかい買い物やから。これ、USB ハードディスク録画いけますよ。外付けのやつですか？録画機能、外付けのハードディスク。俺がこうたっていうやついけるんですか？先行してハードディスクだけ買って。変やって。変やって。あとなんよ。テレビの後に外付けだ。外付けって言ってねえから。全然。いけますよ。それ使えます。使えるっすか、はい、めっちゃ安いやんな。安いと思うよ。そんなにせんやろ。税込みやもんな。税込みっすよ。税抜き29,000円やもんな。なんで税抜きで考えんの？じゃあ、普通に電気屋で買うより安いってことですよね。それだ。電気屋とかで買おうと思ったら、45,000円とかですよ。もう1万ぐらいの差ですよ。うん、買っといた方がいいっすか？二人とも。思う？そうやな。いや、なんやろ。でも、ほんまに思ったのは、32型買うとほんまに40型買っといた方がいいと思う。うん。それはもう全然多分テンションが違うと思う。テレビ見ようって思う。ああ、うん。俺今19なんよ。そう。もうテレビから部屋のやつ。テレビから離れられへんかもしれん。自分の部屋に置いてるのは19なんよ。うん、そう。で、リビングとかに32みたいなのがあんねんけど。うんうん。それよりも大きい。それよりも大きいよ。座る位置間違えないほんまに。40型の時に、その19インチの感じでこう、座ってもうたら、めっちゃカチカチしてしゃあない。19の時の位置、俺ここやからな。20センチぐらいしかない。30センチぐらい。このぐらいの距離でやってるから、俺。これはやばいなぁ。ちょっと一回、売り切れる？売り切れへんよな。山ほどあるよな。そうなんです。名前変えとく？松本って。もう。町の電気屋や。ちょっとトイレ行くわ。一回マジで。一回ちょっとトイレ行くわ。なんだ。マジで考えるわ。マジで考えるわ。ついでにトイレ。なんだあの人。ほんまに痛いやん。お腹痛いんかな。
いや、なんか車乗る前もトイレ行ってましたよ。あ、そうなんですか。緊張してるんですかね。コストコに来るということに。あら。出ました。出ました。え、でも、どうやって買うのこれって。すいません。あの、テレビって、あれ欲しかったらそのまま持ってっていいんですか。はい、ああ、いやいや、でうちまで何ぐらいしますけど、どのサイズですか。これですね。ああ、こっちも。はい。延長保証とか入らないんですよね。はい。延長の保証。延長保証。保証。あの、要はメーカー保証の。ああ、なるほど、なるほど。あ、有料でね。そういうことか。あ、でも大丈夫です。大丈夫。はい。しっかり手続きを踏んでますね、今。買っちゃいましたね。買っちゃいましたね。1万くれん。何